首のためを作る練習っていうお話ですけれども、まず手首のため、これ右手から練習をスタートします。ここの手首のところですね、ここをこしっかり右手で押さえて、切り返しの瞬間にここに角度がつく、これが一番ボールに打撃を与えれるというかですね、スピードを出す力をボールに伝えれる方法なんですね。動き自体はそんなにないんです、ただ上げて下ろしてるだけなんですね。でも、クラブの重みで手首に角度がつく、このように柔らかく動く、この感覚をまず理解するのが右手。本当にこう手首が上げ下げしてるだけ、これで手首がナチュラルに角度がつく、この技術をまず覚えるということがですね、とても重要になってきます。まあ、これをまず、徹底的に練習してください。こういうふうにね、皆さんこういうふうに手首が硬くなってしまうのでためができないんですね。で、次が左手、これがとても難しいですね。左ができないと絶対にね、やはり右だけでは不可能で、左の技術っていうのが右のもう何倍も難しくなってきます。まあ、どういうことかっていうと、まずは左が動いた時にこのグリップエンドがこのように運動量がこのような運動量があるんですね。この運動量を分をどう使うか、動くか、これは左の背中から肩甲骨にかけての動きに、かかってくるんですね。まずはこのようにボールで見てみましょうか。どうでしょう、どのように動いてるでしょうか。左の運動量が多いんですね。これができないと、こう、腕が動かないんで胸がずれないんですね。まあ、結果的にグリップエンドも動かないってことになるんです。胸がずれないと手首に角度ができない。ここの部分が左の動く運動量が少ないと結局動かないんですね。この部分を左の肩甲骨をずらすような、このような動きを練習します。このようにずれる。腕が長くなるんですね。まあ、その時にちょっとこうねじれるような動作が生まれてきます。腕の長さ見てみましょう。このように長くなるんですね。そしてそれを引きつける動き。この技術を使って、ためを作り、それを戻すというね。この練習ですね。右の動きに対して左が3倍ぐらい動く量が多くなるはずです。ですから左の運動量が多くないと、ためを作ることはできないんですね。そしてこの時にねじれをうまく使うと、このアッパーのラインが生まれるので、このねじれのラインがアッパーのラインを作る。これがヘッドスピードを上げ、しかもためを作っても振り遅れない技術を生むんですね。かなり、上級な技術にはなってきます。まあ、なかなかですね、一筋縄ではいかない、まあ、ための動きになりますので、ただですね、まずは右手の方が理解しやすい。右手の片手打ちですね。その練習をして、それから左手の片手打ちをなどを練習。まあ、それで左の肩甲骨のスライドなどを、理解して、ねじれなども理解して、ための動き、たくさん練習してみてください。札幌のゴルフスクール、原田ゴルフ動画レッスンチャンネル、ほぼ毎日夜9時にアップしております。最新動画見逃したくない方は、チャンネル登録よろしくお願いいたします。